実はね、はい、コロナが始まって去年の4月にこう非常事態宣言で、皆さんの行動が制限されたじゃないですか、うんうん、でされて、うん、私たちさっきも言ってるようにあの僕らが作ってるものって日々の暮らしに出てくるんですよ、うんうん、だからみんな行動制限されても食べる量は一緒じゃないですか、うんうん、3回食べますよね、うん、で手を洗いますよね、お風呂に入ってシャンプーしますよね、うん、家掃除しますよね、暮らしってそんなに変わらないのかなと思ったら、うん、大ダメージはやっぱり商売ビジネスでは受けました、うん、で何が変わったかというとね、行動がね、人が動かなくなるとパッケージが動かなくなることが分かったんですよ、うんうん、でさっきのペットボトルが一番如実な例で、結局家にいるとお茶沸かしたり、大きなペットボトル、小さなペットボトルは売れなくなっちゃったんです。外でのもの。その中でね、一番思ったのは、スポーツが制限されたでしょ、あの時。で、学校で放課後にクラブ活動なくなっちゃった。うん、まあ、100万人ぐらいいる、1学年いる子どもたち、うん、まあ、クラブやってる子は半分なのか、何割なのか僕は知らないけども、小学校、中学校、高校、大学、うん、いろんなそのアフターでスポーツやってる人、それから会社帰りでジムへ行って走ってる人、うん、みんなスポーツやんなくなっちゃったら、うん、ペットボトル売れなくなっちゃったんですよ、うん、こんなに効いたのかと、うん、で球場で野球が見れなくなって全然、ね、うん、物が動かなくなっちゃった、うん、だからスポーツって一言で言うけども、こんなに裾野が広くて人口が多くて、でそれが私たちのビジネスにこんなに影響を受けたんだっていうのはね、僕は本当恥ずかしながら今年の6月7月ぐらい夏の暑い時って一番出るんですけども、はい、もうみんながスポーツやめて一気にスポーツドリンクやお茶や水が動かなくなっちゃった、びっくりしちゃいましたよ、影響大きいなと思って、ものすごい密着してスポーツってだから生活の中にあるなっていうのはその時ね本当につくづく思いましたね、だから別なんじゃないよね、あ、そう思いますね、あとはそういった子たちってちょっと何でしょうね、アスリートがパフォーマンス上げるっていうよりもうちょっとこうそれこそウェルビーイングじゃないですけど、健康に生きていくためにやっぱり運動とかってやっぱり必要で、運動するとやっぱり水分摂取もすごくやっぱり大事になっていく中で、ちゃんとこう衛生面とか取りやすくて残ったら閉めてもう一回カバンに入れとこうみたいなところっていうのはやっぱすごく大事ですし、僕たちもやっぱ改めてこの時代になって運動もしくはスポーツって大事だなっていうのは、うん、僕らにとっても大事でしたし、結構普通の皆さんにとってもやっぱスポーツって改めて必要なもんだなって僕ら視点でも思いましたし、そういうねメーカーさんっていうかね作られてる視点からもそんなに影響力、僕たちスポーツ産業ってまだまだなんかちっちゃいみたいなイメージ、スポーツ産業だけ見ると、うん、でもそのスポーツの周辺にある産業ってめちゃくちゃ大きいんだなって今のお話をお伺いして改めて思ったので、うん、やっぱスポーツって止めるべきじゃないんだなと今、そう、ね、止めるべきじゃないですよね、はい、やっぱりね、確かに家にいてペットボトル買わなかったですもんね、でしょ、全然買わなかったです、ダメですよ全然買わなかった、お湯沸かしましたしね、やっぱりそれかもっと大きい、それこそ20リットルの水買うとか、逆にそうああいうの買ったりとかになりました ね、 なりましたね、だから健康のためとかいろんなこともあるんだけど、スポーツの力って人の生活の中では大きなウェイトをいろんなところで占めてるなっていうのが僕のその時の、感想だったんですね、だから大事なことなんですよ、で広瀬さんがさっきも話の中で障害者がスポーツができるようにしましょうとか、すごいいいことだよなと、まさにそうでして、彼らあとは頸椎ちょっと損傷している人たちはこのコロナ禍でやっぱ出るのが余計怖くなったり、やっぱちょっと重症化リスクがあったりするので、それでまた余計運動できなくなると、もっとまあ筋力とかも落ちてまだしんどくなるっていうようなこともあるので、そういったところをまあ衛生面もそうですし、まあこういったねものでちゃんと抗菌作用があってパッて取りやすくなるとか、こういったことっていうのは本当にすごくこれから重要になっていくっていう意味もそうです、人のなんか命を守るとか健康でいるためにもすごくますます重要になってるなと今、はい、思いましたね、やっぱりすごいな、パッケージができることだけではなくて、うん、そういう意識ではなくて DNP ができることっていうのはたくさんあると思うんですよね、
パッケージの分野みたいに狭くする必要は僕はないと思うんですね、うん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 、で DNP のリソースって結構大きくて、はい、面白い会社ですから、うん、多分いろんな事業をやってるおかげで、はい、こんなにね顧客を持ってる、うん、いろんな会社と接点を持ってる会社はそんなにないかな、うんうんうん、と思うぐらい、一企業でかなりの、うん顧客を世界中を含めて持ってますよね、うんうん、だから、うん、私たちが主体でやってるパッケージ分野だけではない分野で、うん、DNP の中に広瀬さんと一緒にやることはいっぱいあると思います。その中に私たちパッケージの分野も手伝えることがたくさん、それが何かなと、何かやりたいことあったら言ってくださ い, いやパッケージはやっぱりそのスタジアムの、まあ、問題とかですね、もう一回ゴミ問題とかあのあたりは、まあ、今パッと思いつく早いところでは、うん、でもそれがどういうふうにやるのかというのはちょっとあれですけども、なんかそういったことに本当に SDGs に取り組んでますみたいな、そういった商品とどっかの企業さんも一緒になってやって、なんかこうそういった活動をなんかこう掛け合わせでやるとまたなんか広まったりもするかもしれないなっていうことができるとか、あと情報っていう意味ではなんかこうスポーツを見るときに情報ってやっぱさらに大事になってくるのかなと、 5G とかの時代になってパッとなんかこう、なんか思わないですけど、なんかパッと見たときに情報ボーンって出てきて、あ、この人こうなんやみたいな、ありがとうみたいな、また試合見るとか、なんかそういう試合の見方みたいなところはすごく情報ってすごく面白くなっていくんちゃうかなと、パーソナルになっていく気がするんですよね、試合の見方も、うん、この選手見たいとかありますよね、はい、絶対ね、そういう風になって、この視点って何みたいなところってやっぱ情報かなと思うんで、それをパパパパと取れて、あ、なるほどなみたいなところもなんか面白いなって、個人的に夢物語ですけども、そんなことをちょっと思っちゃったりしてますけどね。つまんないこと思いついたんですね。つまんないことって。いやだからさっき言っててそうか、スポーツやってて僕たちペットボトルが減っちゃったっていう話したじゃないですか、はい、でスポーツがどんどんやってくれると逆に今度僕らはペットボトルいっぱい売れるんだけど、このペットボトルの行き場、うん、さっきちゃんとこう僕も途中でお話したようにリサイクルの輪っていうのを回したいんですよね、うん、なんか、うん、そういうアスリートたち、アスリートってなんかすごい厳しい人たちだけじゃなくて、もう一般にスポーツやってる人たちが自分たちが使ったペットボトルを何らかの形でリサイクルしていったら自分たちに返ってくるような、還元できるような、だからスポーツの振興なり何なりに役に立つようなリサイクルっていうのは考えられないのかなと。それがある最初はそのスタジアムでもいいですよ、スタジアムに集めたものはきれいなペットボトルを集めて何かに変えて、それが一つのスタジアムから10個100個のスタジアムになって、ひょっとするスタジアムだけじゃなくて公園の中のテニスコートだったりランニング場だったりってい う, こうスポーツの後のペットボトルを回収していくことで、なんかスポーツにまたいいものが返せないのかなって、漠然と今せっかくスポーツでいっぱい使われてるんだったらそういうこともあってもいいかなってちらっと考えたんですけどね、うんうんうん、はい、自販機でもスポーツ応援しようみたいな自販機とかって確かあるじゃないですか、ね、ありますもん ね、ああいったところでうまく組めればもしかしたら、そう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 、そういうことぐらいかな僕らの中で、うん、今日の話をしながら、うん、まあ、形に全然できてないから何とも言えないんだけど、うんうん、あまり形にできてないの俺がベラベラ喋るとあと周りが迷惑するんで、ちょっとこうなんか下を向いて言われますけど、本当どうしてとか、うん、いろんなことがやっぱりできるし、はい、うん、かなと僕は思いますから、はい、突然夜中にひらめいたりしますから電話しますよその時全然していただけ、はい、全然していただけ。